ギオルゴス・カラグーニスはギリシャ出身の元サッカー選手。元ギリシャ代表で代表最多出場記録を保持している。現役時代のポジションはミッドフィールダー。サッカーギリシャ代表最多出場記録を保持している。UEFA ユーロ2004では開幕戦となったポルトガル代表戦で前半7分にパウロ・フェレイラのミスパスをインターセプトし、 そのまま、ミドルシュートを決めて、先制点を挙げている。このゴールは、同大会を通じて、最初のゴールとなった。1996年、アポロン・スミルニー FC と契約を交わし、同年アルファ・エスニキでのデビューを飾る。2シーズンにわたり、レギュラーとしてコンスタントに出場を重ねた後、1998年夏には、ユース時代を過ごした。 パナシナイコス FC へと復帰する。パナシナイコスに在籍した2002から03シーズンまでの5期にわたって、チームはリーグ優勝こそなかったものの毎年のように優勝争いを繰り広げたほか、欧州カップ戦でもコンスタントに実績を残した。2000から01シーズンの UEFA チャンピオンズリーグでは、セカンドグループステージまでの 全本戦12試合に出場し、アウェーのマンチェスターユナイテッド FC 戦では直接、フリーキックを決めている。翌シーズンの CL では、ホームのアーセナル FC 戦でゴールを決めるなどの活躍でチームを CL ベスト8に導いている。2002から03シーズン終了後、セリエ A のインテルナチオナーレミラノへ移籍。カラグーニス自身にとって、 初の海外挑戦となったが、一年目のシーズンは主に、欧州カップ戦や国内カップ戦では、出場機会を得たものの、アルベルト・ザッケローに監督の下でレギュラーを獲得する、ことはできなかった。翌2004年は後述するギリシャ代表での活躍も、あったが、ロベルト・マンチーニ監督のチームにおいて、やはり、ターンオーバー要因に終始することとなった。同シーズンをもって、インテルを退団。 SL ベンフィカへと移籍した。UEFA ユーロ2004決勝を戦ったエスタディオダルスを本拠地とするベンフィカでは2006から07シーズンにカラグーニスのパナシナイコス在籍時代の指揮経験を持つフェルナンド・サントスが監督に就任し、再び同僚となったコンスタンティノス・カツラニスと共に活躍。しかしながら家庭の事情により同シーズンをもって ベンフィカを退団、パナシナイコスへの復帰を選択することとなった。復帰後は、キャプテンとして、二度のリーグチャンピオンに輝いた。2012年夏、フリートランスファーで、フラム FC に移籍。35歳にして、自身初のプレミアリーグ挑戦となった。2013年9月29日の、マンチェスターシティ戦でデビューし、2013年1月12日の、 ウィガンアスレティック FC 戦でリーグ初得点を挙げた。このシーズンは、計25試合に出場し、期待以上の働きを見せた。2012から13シーズン終了後一度、契約満了となるも、その後再び1年契約を結んでいる。2014年9月26日、現役引退を表明し、ギリシャ代表のスタッフに就任した。1999年、 新前試合エルサルバドル戦で A 代表デビュー。2002FIFA ワールドカップヨーロッパ予選にも出場し、代表初ゴールもフィンランド戦で記録している。UEFA ユーロ2004においては開催国であるポルトガルを相手に大会最初のゴールを決めるなど、攻守にわたって代表を牽引し、優勝を果たす。 UEFA ユーロに2008に続いて3大会連続出場となった UEFA ユーロ2012ではグループリーグ突破のかかったロシア戦で決勝ゴールを決めるなどベスト8進出に貢献した。しかしドイツとの準々決勝は累積警告で出場停止となりギリシャも敗れた。2012年10月12日 2014FIFA ワールドカップ ヨーロッパ予選のボスニア・ヘルセゴビナとの試合で、後半から途中出場。これにより、代表キャップ数が121となり、テオドロス・ザゴラキスの保持していた最多出場記録を更新した。2014年6月30日、2014FIFA ワールドカップ決勝トーナメント1回戦で、コスタリカに敗れ、代表引退を表明した。 代表通算139キャップはギリシャ、代表史上最多の記録である。主に中盤のセンターを担当する。サッカー選手としては大柄ではないながらも、ピッチ上で根気強く動き回る労働者として、また、スピードと高いテクニックを生かした、ドリブル、パスや、セットプレーのキックにも優れた選手として知られる。ありがとうございます。